はい、おはこんばんちは、かつひろです。今日はウィンターボードのテーマの紹介です。名前の方がアラゴンって言います。で、まあ見た感じはこういう感じですね。まあ割と今回のもアイコンの方が多数変化してかっこいい感じになってます。で、まあ下の方にこの辺に脱獄アプリがあって、あとフォルダーの中にも一通り脱獄アプリが入ってます。で、あとは設定欄のとこを開けてもらうと、まあ設定の中もこういう感じで一通り、まあ全部ですね、アイコンの方がかっこいい感じになってます。で、まあ脱獄アプリのところも、まあ脱獄アプリのところはちょっと全部は変わってないんですけど、まあいい感じになってます。で、あとはですね、まあこのコントロールセンターなんですけど、コントロールセンターもこんな感じになってます。で、あとコントロールセンターをちょっとデザインを変えるにはまた一つ、まあ有料アプリが必要になってしまうんですけど、下から3番目のところにVEXという、まあ、アプリがあるんですけど、こちらでコントロールセンターと、まあ、通知センターですねの方をテーマで適用できるようになってます。で、通知センターはこんな感じですね。こんな感じに、なってます。で、あと最後に、まあ、ウィンターボードを開いてもらって、で、まあ、適用しているのは、まあ、ローディングのテーマとアイコンのアラゴンのテーマと、まあ、UI とあとアイコノマティックの、テーマも入れてますね。まあそれだけですね。それだけ適用させて、見た目がこういう感じになってます。今日はアラゴンの紹介でした。ではまたねー。